起きてる、上体起きてる、上体起きてる、上体沈めて、もう少し股関節の曲げ伸ばしが使えないから角度が変わんないから跳ねちゃうのね。膝だけで吸収しようと思ってるから股関節使って、後付けが角度が浅い、腰が沈み込みがない、スキーの位置を変えないで自分が入る、上体の角度ちょっと出てきたけどまだ足らない、手の位置前、ターンが遅い、膝だけでこねっちゃダメだぞ。ここ止まるの、急斜面のパートとここのパートで分かれてるわけね。おい、りんちゃん、まだ足首でこうリズム取るとね、上体の角度が浅いから全部突き上げられちゃう、ね、すねで押すってのはわながち間違いじゃないんだけど、あんまりブーツの角度いじめるっていうよりも股関節って低い位置で乗った方がいいんだけどな、もう一回だな明日。この位置で逆手に入ったら上体絶対遅れるよ。手の位置もう少し前になったらバランスラインね、立ちすぎてる状態が。ほら上体の前傾、手の位置、ストックのつく位置。